もっとも、危ないでか。危ないでかとは、1986年10月から1987年9月にかけて、放送されていた連続テレビドラマです。今作は映画、もっとも、危ないでか、の内容をなぞる形で、見てないと、わけわからんのは、もちろんのこと。アクションパートも、ちらつきや、操作性がかなりひどい。ゲームも単調でギミックも少ない。背景もキャラのグラフィックも微妙で、とても1990年の作品とは思えない。1990年だと、スーファミも発売されていましたからね。よく難しすぎてクソゲーの評価はあるが、簡単すぎてクソゲー評価の見本みたいな作品ですね。原作愛も全然感じないしね。ドラゴンズレア。当時ドラゴンって名前を見て、買ってしまった人もいるのでは？なんかドラゴンって名前を見ると、ドラクエのイメージがあり、名作かな？と思った人もいると思います。その期待を見事に裏切ったゲーム。まず、最初のところで城に入る橋があるのですが、すでにそこで積んだ人もいるのでは、ないでしょうか？最初のところから難しいんです。そしてお城に入ったら、また即死。ジャンプが上ボタンってのも、難易度を上げている気がします。大人になった今は、ある程度楽しめるゲームになったが、当時子供たちで楽しめた人はいるのかな？って思ってしまうほどのクソゲー。しかも続編も出ているなんて。マインドシーカー。当時の超能力ブームを受けて、エスパー清田監修で作られた、超能力開発ソフトという名目で作られた作品。ゲームの指示に従って、マインドトレーニングをして、超能力を実際に身につけていくんですが、いや無理でしょ。投資とか未来予知とか無理だし、ゲームの画面の中のカードを投資って、どういうこと？全て運で決まってしまう。斬新なゲームでしたねわら。本当に超能力がなければ、クリア不可能な理不尽仕様。ってクリアってあるの？ヴァルキューレの冒険。個人的には大好きな作品。賛否がある作品ですよね。この世界観や、魅力的なアイテムが好きでした。クソゲーや無理ゲーの評価が多いので、冷静に考えてみると、このゲームは、ヒントが全然ないので、ひたすら歩き回り探すしかないですよね。アイテムも持ちすぎるのは厳禁で、捨てることができないので、使うまでは次のアイテムをゲットできないです。攻略本や攻略サイトを参考にして
プレイすれば非常に楽しめる作品ですね。トランスフォーマー、コンボイの謎。クソゲーで有名なコンボイの謎。まずスタートボタンを押した後に、画面のチカチカで目がやられます。そして始まったと思いきや、1ドットの弾が高速で飛んできて、やられます。最初はなんでやられたかもわからないので、はっ、ってなります。そして弾を避ければ飛行機に当たるので、当時は即死ゲーと呼ばれていました。その後も敵の攻撃は激しく、同じところを何度やったことかわら、それも大好きな、トランスフォーマーだったのに、こんなゲームに仕上がって、と思った人も多いのではないでしょうか。このゲームで、トランスフォーマーのことを、嫌いになった人がいると悲しいですね。バンゲリングベイ。ヘリを操作して、バンゲリング帝国の工場を撃破するのが目的。弾の制限があるので、何度も空母に戻り補給する必要があります。このゲームは当時は自分の周りでは、クソゲーと名高いゲームでしたが、今プレイしてみると、結構良いゲームかもと、思ってしまうゲームです。当時は訳もわからずプレイして、ツーコンのマイクで、ハドソン、ハドソン、って叫んでいました。当時子供でプレイして、クソゲーって思っている人は、大人になった今、再度プレイしてみてください。なかなかよくできたゲームだと、思うかもしれませんよ。ゴーストバスターズ。自分はゴーストバスターズが大好きだったので、当時は即買いでした。ゲームとしては非常にわかりにくく、最初は何をしてよいのか、さっぱりわかりません。今ではクリアはできますが、当時は無理だったと思います。大人になってから苦労して、クリアして、どんなエンディングかなーって、楽しみにしていたら、って感じのエンディングで、衝撃を受けましたわら。このゲームのクリアには、裏技でお金を増やすのと、連射パッドは必須ですね。ゲームは、いまいちでしたが、映画は当時何回も見ていて、セリフを覚えているほどでした。
かできない。